山の民族資料収蔵庫として保存されている旧山の村、役場山の村は、かつて広島県深谷郡にあった村である。現在の福山市山の町にあたる。1889年、町村制志向前にあった山の村と矢川村の穴群に村が合併し、町村制志向による山の村となる。孫生において岡山県へ編入する動きが幾度も発生した。 1896年には、岡山県による編入の動きが起きたものの、村全湖の町印で合併反対、広島県村地の陳情書を提出し、編入を回避。1947年12月25日には、村による大谷掘り切り水道規制委員会が開かれた際に、7極水道の建設をめぐって、水道改作よりも岡山県へ編入する方が、 村の将来のために有利だとの動議が出たものの、1948年1月1日に開催された山の村民大会にて討論の結果、水道改策を広島県に陳情することとし、編入を断念。1955年の鴨村との合併をめぐっても、岡山県編入が浮上し、自治庁は県境を越えての合併は考えておらぬ。とし、 大原博夫広島県知事は、将来岡山県合併が容易にできる時期が来たら、山野村民の意見を尊重する。としていたが、合併前の2月26日に、村民一個一票の住民投票で、広島県内での合併が賛成多数となり、同日午後の村議会で山野村、鴨村、広瀬村との合併協定を決議。岡山県に編入することなく、 広島県内での合併となり、廃村となった。ありがとうございます。